そういうことですね。そう、山崎将軍やね、吉田将軍、最近陸防部長になったあの吉田将軍、山崎帝国たちです。そう、軍隊式階級制度復活させる上級大将軍の準将が上級チームを導入するから、下士官の階級を増やすからさ、増やすからさ、あの4階級じゃ少ない。アメリカ軍並みに。そう、別にね、定数は、サムは、そう、増やさせる、そう、定数は、上級大将は各軍1名ずつ、大将は2名ずつ、ね、中将は、まあ、ちょっと多めに、4名か10名か、まあ、それでいいよ。少将と準将はちょっと増やし、それでいいと思う。それでいいんじゃないかと思う。それでいいと思う。これでいけると思う。ね、ちょっとね、師団長の準将採用できる階級、少将の陸将を、ね、採用できる、ちょっと変更する、規約見直さな、全然自民党見直してない、まあ、民主党がね、当時、ね、放送の候補者に戦国様式、まあ、軍隊式階級制度、導入省で、ね、準将の階級とか、そういろんな階級、導入省で検討してたやん、まあ、でもどうだったんでしょうね。あれ分割したのに全然議論してない、全然変更も全然議論してない、もう自民党意外とこういうところに頓着なんで、頓着なんで、もうちょっと導入したり、もうひどいわ、なんで警察庁長官だけ5つ星なの、おかしいだろ、5つ星導入したり、これで上級対象にしますよ、うん、元帥はこんなもんいらんないんや、こんなもんどこの国でも戦時限定、階級、こんなもん、上級対象でいいの、5階級制でいいって。少々、準将は、まあ、少々はもう20名か、20名か、50名ほどね、準将はまあ50名か、100名、これで間に合うと、もう十分なんです、最大定数は100名ね、こちらです、これでいけると思う、まあ、将軍もね、全国で結構多いと思うんだ、大宮地方も結構多いやろ、こんな都市やからね、こんな防災、事件が起こった防災施設に、はい、そういけるね。これね、なんで私ね、MacBook も、そう、そう、あれね、容量に落ちて、そう、もう一回とはね、そう、そういうことは、だからね、Windows でよかったよ、そう、私は東芝のダイナミックス、今東芝の英国の、まあ、科学技術系の、もう財閥、合併さ、子会社が過ぎたんだよね、議論中やからね、ダイナミックス。アイガー社長、ダイエットの、ダイエットの、ダイエットの、ダイナミックが異常なかったの、優秀ですよ、そう。そう、皆さん、ダイナミック、あのね、マックブック持ってる人、あのね、それ相当高かったよ、容量に落ちてね、そう、今、512GB か、確かここ近くやとね、確か岐阜方面に行った、岐阜にあるんや。んで、もし遠かったらもう、もう大阪のところに、あのね、ちなみに、うん、岐阜が近いよ、ここやったら、ちょっと大宮市、ちょっと遠回りにあるから、仕方ないんや、うん、あれ、でもちゃんと気をつけて、512GB によって、なんか、俺のこの、iPhone、そうやけどね、そういう、いいんやと、そう、これね、お塩がさ、単なる、でも、パンク状態で、オーバーしめて、で、リセットしたらよかった。そう、保存できるじゃん。うん、別にバックアップシステム、アプリケーション、できるんや。うん、できるって言われたやん。そう。このね、まあ、ここね、まあ、残念なのは iPhone に関しては、そう、Android みたいに iOS 落ちて、そう。じゃなくて残念だけどね、もう周辺せざるを得ないやん、何年毎年あんま発売してんの、そういうこと、ね、今最高額税抜きで日本やったら1テラバイト、750GB がこれでも800GB、まあ、ほとんど1テラバイト20万するみたいな、税抜きでも、そう、相当かかるみたいな、あれは高額やったよ、そう。一応店頭で売ってるのはもう 128GB ね。そう、皆さんさ、それも私は 15.6 インチにしたの。これね、私ね、画像の編集のためにな、導入したの。こういうこと。
だからね、旧式は無形よ、要はあの OS の Windows 10の部品会話で、ね、XP はもう、メロディーですよ、ね、もうちょっと不具合が上がったんで、もう廃止した、それだけに。まあ、そういうことでね、よう見かけてびっくりやな。でまあ、タブレット式には見ないのよ、ああいう。MacBook みたいな、売ってきてるよ。確かに、ね、携帯契約者は確かに料金で、ただ別料金になるで、これが。別料金何やってさ、これで一緒でもさ、これだと1万ぐらいですって、まあ、そうけど。ね、まあ、お仕事は長増しね、まあ、むっちゃ税金高い、そして最低賃金低いと、むっちゃ低いです。やっぱ大宮違うよ、高いんじゃない、ここ、最低賃金。まあいいやね、結構。多分時給900円以上してるけど、結構いけると思う。まあ、そういうことね。そういうことですね。そう、あのね、結構こういうことで。結構最近こういうアパホテルかこういうところにもさ、なんかビジネス目的のさ、滞在できるようなホテル導入してる、うん、サービス導入してるとかあるからね。それは相当高い。もう俺も知ってるからね。そう、一泊あたり。まあ、1万か。まあ、春休みとかお盆は大抵一泊あたり。まあ、安くても6000か。まあ、高ければ1万ね。まあ、これやったら1ヶ月やと30万円はするよね。まあ、こういうのね。あれ、4泊以上。これもいいな。まあ、前回は私は、去年と今年の初めに行った。たまたま料金ね、まあ、これでも3万円じゃないかな。私ね、どこ行こうかね、そう、四国方面はいいやん。まあ、私ね、結構、新山気に入ったんだ、また行くからね。うん、これいいやん、春休み明けでも。まあ、いいやん、混雑してるから、そう、大体特急電車で、ね、まず、これはね、揺れ休みの、それに思ったぜ、まあ、この琵琶湖線の担当者。結構運転したって揺れるわ、あれよ。そんなに線路で老朽化してるの、そんなにいいやろ。そんなに揺れんぞ。ここら辺で鉄道もそんなに老朽化してるの、そんなわけないやろ、設備も。こんな決まりで。そう、あの、新山、見てる、行くやろ。なぜかっていうと、あの、四国版の行こかみたいなのないんや。そう、JR 四国、意外と導入してたね、さ、電子。構図結構導入してないんや。そう、まあ、びっくりやな、意外と。こういうことやで、びっくりやな。うん、てっきり宮前駅で、もっと大宮島駅とか、あの、名古屋駅みたいな、ああいう綺麗な設備かなと思ったら、意外だった。びっくりや。もうちょっと綺麗にしたで、JR 四国。作ったで、四国新幹線も使う。私は新山発着すべきだな。割と新山と松山直結のね、あの三原地域か、まあ、伊予高原地帯か、あそこ鉄道も作ったらちょっと直結すべき。ちょっと今まで遠回りすぎや、遠回りすぎや。逆に言うと稲張からこう斜め間隔で鉄道作ったらこう、ああできるじゃん。ああさあ、よ、自民党が道路ばかり建設しすぎたんですよ。さあ、なんだって。新幹線も遅れてるやろ。敦賀区間なんて2023年4月1日から開通やろ。早くてもさ、次は2022年に開通予定やもん。2021年になったら延期してもね。さあ、私びっくりやろ、特急しらせき。あれって、さあ、ほんとびっくりじゃん。さあ、まさかまだ建設当初、びっくりや、ほんとに。さあ、敦賀区間からの選手は、皆さん、こう、大宮島乗りたいね。この意味でな、あいつら。そう、こっち、敦賀経由で、そう、乗れるね。ただ、ここは料金高い。そう、逆に言うと、長野に行くんやったら、名古屋駅経由で行ってくる。特急信濃ね。ここに乗ってくれたらいいってば。そう、これやったら、なんも最終長野。ね。行けるよ。逆に言うと、皆さん、そう、舞鳴駅がよかった。そう、JR 西日本さん、正解でしたね、応援線化せず。そう、JR 東海線の仕事、受かってますか、分かったやん。そう。ちなみに、新大阪から東京ね、実は JR 東海の管轄からね。そう、そういうこと。そういうことね。
ほんで JR 西日本は新大阪から博多までね、あとあの北陸ね、あの金沢から、ね、あの長野ね、ここなんやんさ、東日本が少なかった、意外やったね。日本に少なかった、びっくりやな。逆に私ね、島根と鳥取ね、あと兵庫、舞鶴、あと和歌山、鶴が直結だよ。山陰新幹線も作ってほしいな。まあ、山陰新幹線できるんじゃないのさ、起点にね、舞鶴もな。舞鶴もね、起点にさ、連結化してさ、山陰新幹線も作ればね、これやったら、島根周りやったら喜ぶわさ。最終的に博多に直結で行けるように、うん、これで行けるんじゃないか。ちなみに私の JR、あの四国新幹線、そう、岡山の最南端の駅ね、小島駅、これを新幹線で駐停車、昭和だな、駐停車して、それか丸亀か、丸亀、新山と、そして最終の高知にはね、ちょっと、徳島はちょっとやめたわよ。バスやもんやめたよ、予算上は。ちょっと、せつ。私の結論は、新山、ね、新山と高知で直結できる。そう、直結できる。ああ、新幹線なら十分行けると思う。ああ、丸亀もね。ああ、要は小島駅ね、ここ試合や。うん。岡山の小島駅。ああ、ここの新幹線、中継地点でしょうがない。検討したんですよ。これで行こうかで、うん、ここから JR 四国に切り替えて、うん、同じやん、米原駅と同じ途中からね、北陸東海道新幹線、新大阪と同じ、同じやと思ったさ、から途中から JR 西京と JR 東海に合流するね。で最終駅にしたらそういうこと言って、うん、ちなみに皆さん、まあ、朝の8時から10時の間、11時の間は、あのまあ、昼前のね、大抵ね、京都で、ね、途中で列車して、乗り換えた方がいいよ。うん、ここは博多の光、まあ、そうだ、のぞみか、のぞみ15号か、乗れるよ。そう、乗れるね。まあね、今年度からなんか切り替わったみたいな、よう電車乗ってたんで、びっくりやな。去年は新横浜駅で久々に、あ、中華街行きたかったの、どんな場所かな、新横浜駅の周辺がひどかったさ、ちゃんが衛生環境衝撃的だった。本当に要はでオリンピック開催できるもんな。まあまあ、なんだこいつら、みんなが設計してて、まだびっくりした。もう完成してるのかなと思ったら、まあ建設工場って多い。大体小池百合子ってのは、なんで皇居前の地下鉄も、もうちょっときれいにしたれよ、もうちょっと、もうちょっときれいにしたれよ、大阪の皇居のさ、おじいわんが、大阪とね、兵庫は経済状況いいって言われるな、もう大丈夫やで、さ、あの二階堂新宿がせこいよし、馬上の若いのに、そうな、高速の場合、作りすぎて鉄道もが移さないでしょ、さ、新大阪とか鵜飼線とそうなのと黒潮、うん、和歌山に入る、とんでもないことは。逆に言うと京都からあの奈良と、ね、和歌山ね、直結するような新幹線も作るべきやな。感じよかったんや、これやと低予算で10年以内に完成するって分かってん、そんなにかからんって分かってん。確かに飛鳥村の文化財保護の観点が、それは違う。私も北陸新幹線のあの建設工場現場見てびっくりです。ああ、これで判断しました。さあ、ちゃんと起こって。あれが大丈夫だね、ちょっと。